江戸時代でもね、皆様知ってますかね、死の交渉なんていう身分制度があったんでございます。まあお侍が一番に偉いとされておりましたよ。まあ、お侍が一番に偉い、なんで偉いかと申しますと、腰に刀を刺してるからなんですね。この刀でもって無礼打ちっていうのが許されたんですね。スパッて切ってんでね、で役所に届け出をするだけで罪に問われることはなかった。こんな時代でございますよ。こんな時代でございますので、まあ町人をからかって遊ぼうなんていう底意地の悪い侍がいたんだそうでございますけれども、あバンダイバンダイ、うい、いらっしゃいました、いらっしゃいましたねえぞこの畜生め、あおめえぼっとしてやがんな、おめえ湯屋のバンダイだろ、あシャキシャキしやがるってんだよ、あ何か御用ですかね、御用ですかねじゃねえやなこの畜生め、あこしたら職人だ町人だ江戸っ子だ、朝湯に入ってそれでもって気持ちよくなってさっぱりして仕事に行こう、こういう心持ちだってのにな、俺が湯の中に入ってこうやってはーって書いてはーはーはーってこう湯に浸かってるだろ、するとお前ふわ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 これぐらいの布が流れてきたらおめえだったらどうするってんだよ。一体何の話ですか、わかんねえ野郎だなおめえは。俺が湯の中に入ってこうやってはーってこうやってはーはーはーってこう気持ちよくなってるだろ、するとそこへふわ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 これぐらいの布が流れてきたらおめえだったらどうするってんだよ。顔を洗いますかね、それだよ、ああ俺も顔パッパッてんで顔拭いちゃった、したらそれがよ手拭いにしてはやけに長えんだよ、おかしいなと思ってズル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 って引っ張ってみるって言うと、先の方にヒュルヒュルヒュルって2本紐がついてる、あれーと思ってパッて見るって言うと、先ほどのサムレだよ、あの野郎中入ってったろ、あいつがニヤ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 してこっち見てやがんだよ、使い終わったら拙者のふんどしも返していただきたい、ふんどしでやがんだよ、あらふんどしで顔洗っちゃいましたか、洗ったよこの畜生め、ああそしたら湯の中に綺麗になってさっぱりして仕事に行こうっていう、こういう心持ち立ってるのね、ふんどしで顔洗って帰って汚くなってしまったじゃねえか、大体何だって湯の中でふんどし入れて洗ってる野郎がいるんだ、湯煎停止やがれ、どうしてもですか、どうしてもってまだこの野郎のかおめえは、だったらおめえんところじゃ湯の中にふんどし入れて洗ってる野郎がいるってほぼ逃げふらしてやるからね、それだけはご勘弁のほどお願いをいたします、かしこまりました、こちらは湯煎お返しをいたしますので、どうかこのことはご内密にお願いをいたします、どうぞよろしくお願いをいたします、またご新規に、まあ、こっちも消してもらおうか、お客様までございますか、申し訳ございませんね、失礼をいたしまして、こっちも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 申し訳ございます、あ失礼をいたしまして、またよろしくお願いをいたします、皆様このことはご内密にお願いをいたします、どうぞご新規に、拙者にも返していただこう、ね、お侍さんね、あなたのせいなんですよ、あなたのせいで湯煎みんな返しちゃったじゃないですか、大体何だって湯の中でふんどし入れて洗うんですか、まあ、汚れておったのでな、そういったことではございません、汚れていたのであれば向こうに洗い場があるんですから、洗い場行って洗い場じゃないですか、湯の中にふんどし入れちゃいけませんよ、では聞くが、御堂の方では湯の中に入る前に男性の前にぶら下がっているものを取って番台へ預けたりするか、そんなことはできませんよ、気持ち悪いです、の不可能じゃないですか、ではなぜ中身が湯の中に入っている上にそれを包むふんどしが入ってはいかん、そう言われましても、ああなるほどね、え確かに中身が入っているんですが、それを包むふんどしが入っちゃいけませんね、そういうことは聞かれたこともないもんでございまして、考えたこともない、そのような道理が通るわけあるか、拙者も湯煎を返していただけつんだ、お客様お客様いやー誠にもって町人をからかうというのは心がスッとするものであるな、あこういう中であるからな、町人をからかって遊ぼうではないか、次はどこをからかってやろうか、あそこに菓子屋がある、小僧が店番をしておる、よしあそこからかってやるかな、許せよ、いらっしゃいまし、菓子屋であるか、菓子屋でございまして、菓子は大抵のものがあるか、さようでございまして、菓子は大抵のものは揃っておるでございまして、一ついくらか、一つ指紋でございます、一つ指紋か、ああたくさんに買うでな、これいくらかまからんか、そういったあの話はありがたいんでございますけれども、たくさん買っていただいても何だってこっちは一つ指紋でやっているわけでございまして、これを負けたともなりますとこちら商売上がったりでございます、申し訳ございません、いくら買っていただいても指紋でございます、いくら買っても指紋か、ああこれは何だ、何でございます、あそちらはうぐいす餅にございまして、うぐいす餅、飛ばんな、飛ばわけないじゃないですか、何を考えて飛ばんのになぜウグイス餅 と色が似てるんでございまして、色がならウグイスの色餅と言えたわけ、泣きもせ、これは何だ、
ちはそばまんじゅうでして。そばまんじゅう。そばが使われてないではないか。そばは入っておりませんね。そば粉が使われておりまして。そば粉が。どこのそば粉だ。どこと申されましても、おそらくそばどころ信州ですかね。信州。信州は遠いの。そうでございますね。信州は遠いんでございまして。遠いのにそばまんじゅう。どういうことだ。どういうことだ。どういうことだって、そんなこと聞かれたもん。考えたこともないもんでございまして、なんとお答えしたら、まあ、近くても豆腐屋って言いますから。やるな小僧。これはなんだ。そちら豆まんじゅうにございまして。豆まんじゅう。一つなのに豆まんじゅうとはどういうこと。一本でも人参が強い。この小僧はやるなんだからか、知恵が回るぞ。これはなんだ。そちらこしたかまんじゅうです。こしたかまんじゅう。シャレができん。何やってんすか。そんなもったいないことしないでくださいよ。ではさらば。ちょっとお客様の感情がありませんで。何感情が。はそこに指紋置いたはずだと。指紋ではございませんで、一つ二つ三つ四つ四つ食べていただいたんで16問頂戴いたします。16問。貴様小僧のくせに舌を2枚に使うな。再生何と申した。いくら食べても指紋申したではないか。それはそういったことではございませんで、いくら食べても一つ指紋といったわけで。黙れ貴様小僧のくせに横着な。その首を今ここで跳ねてもよいのだぞ。そんな物騒な話をもう来なくて用がすよ。いやー危ない危ない。小僧のくせになかなかに知恵を使う小僧であったな。この町内は侮れんな。次はどこをからかってやる。あそこに神屋が出ておるな。よし、あの神屋をからかってやるか、うん、許せよ。いらっしゃいまし。神屋であるか。神屋でございまして、神との名のつくもんなら何でもあるか。神との名のつくもんでございましたら何でも取り揃えておりまして、どうぞよろしいよ。そうか、なら風の神を出せ。なんでございます。風の神だ。風の神。いや、お客様そういったものは扱っておりませんで。貴様舌の根も乾かぬうちに再選何と申した。神と名のつくもんなら何でもあると、そう言ったではないか。さようでございまして、神と名のつくもんなら何でもございます。確かにおっしゃいました。でしたらこちらなぞいかがでございましょう。なんだこれは。ただの扇子ではないか。さようでございまして、たりあらぬ歌の中に開かねば扇も風のつぼみかなと、かような歌が残っております。そちらが風の神でよろしいかと。この町内は侮れんな。福の神はどうだ。福の神でございますか。でしたらこちらなぞいかがでございましょう。なんだこれは。ただの千代神ではないか。さようでございまして、そういったのははばかりでもって、お尻を福の神。お尻を福の神。山の神を出せ。山の神でございますか。でしたらおい、ちょっとなんだね、おまさん、ちゃんと仕事せねばなんねえよ。あそこに立っててね、動かないで。これはうちの家内でございまして、すなわち山の神と。半額ですよ。いらん。なんだこの町内は。なかなかに切れ物が多いな。あそこに布団屋が出てるな。よし、あの布団屋をからかってやるんじゃないかね。うん、許せよ。いらっしゃいまし。布団屋であるか。布団屋でございまして、布団と名のつくものなら何でもあるか。ああ、そうでございます。布団と名のつくものでございましたら何でも当たりさらえてあります。ないものはございませんで。大見えを切ったなき様、ないものはない。ならな、三角の布団出せ。何でございます。三角の布団だ。三角の布団。でしたらこちらの座布団など、寝る布団だ。寝る布団。いや、お客様失礼ではございますが、どういった時にお使いに。人がこうやってまたこうやってで、こう寝る。間取りが気になりますね。そういったものは取り扱ってはおりませんで。なら衣の紋付きはどうだ。いや、お客様常識的に考えてごらんなさい。紋付きに衣はありませんよ。貴様先ほど再選したのにも乾かぬうちに何と申した。ないものはないと。大見えを切ったではないか。ですからそのないものはないんでございまして。え、ですからないものはないんですよ。あるものはある、ないものはない。勝てない。すごい店に入ってしまった。なんという店だ。あれは勝ち目がないぞ。こんなところに入った。なかなかに心がすっ、薬屋が出ておる。よし、最後あの薬屋に買って、なんと、まあいい気持ちになってこの町内を出たいものではあるが、なんだか自信がなくなって、いや
やいかん。許せよ。いらっしゃいまし。薬屋であるか、気薬屋でございまして、薬と名の付くもんなら何でもあるか、さようでございます。薬と名の付くもんでございましたら何でも取り揃えております。ないものはございませんね。やりとり聞いておった。滝様、何だあれは。何でございます。ああ、あちらでございますね。あれは万病炎という薬の看板にございまして。万病炎、なんだその万病炎と申すことは。ああ、よろずの病を丸く収めて治す薬、その看板でございますね。貴様今よろずの病と申したな。ああ、万病でございますもんね。病の相場は昔から死百死病と決まっておる。まあ上げてみろ。他にまあ上がらなければ今ここで貴様の首を跳ねる。そんな話になりますかね。まあ上げてみろと申されましても、死百死病死百死病、それは分かっておる。他には何がある。他には何があると申され、あ、でしたらこういったのはいかがでございましょう。年を取りますと四十肩五十肩など、四十五十足して九十。あ、なるほどな。だがそれではまだまだ万には足らんぞ。他には何がある。他には何がある。あ、子供の病に百日咳などいかがでございましょう。あ、百日咳な。なるほど、うまいこと考えた。だがそれは足すことはできん。なぜです。あ、風邪というのは引くものだ。百引かせていただく。あ、そんな話ですか。あ、なるほどな。でしたら男性の病に千気千百などいかがでしょう。千気千百。他には何がある。女子の病に三千三五。三千三五、大身を切り寄ったな。他には何がある。でしたらあなた様の性格がございまして。拙者の性格の何が病気だ。臆病で傲慢などいかがでございました。